これはライブ開始、うん、あ、俺やろうか。あ、じゃあお願いします。ここら辺またもう一回やらなきゃやろう。あ、そうか、サマタン、あれ、コザどこで見るんやったら。コザをここ閉じとこっか。え、どこ。あの、エンジェルハートとかここら辺閉じるの。バツ、シティハンターとかその辺を。あ、バツな、うんうん。あ、マカチョウケやる、うん、ああ、しまった。で、これがあれやろ。うんうん、あ、メールね。で、これはコザはどこ。コザはコザもオンにしよう。で、また後でコザオフになっとったら、うんうん、あの、しに来て。同時放送やからいいのかな。これ技能やな。違うな、多分コザここら辺やったんちゃうか。あ、ここら辺です。ちゃうかった。あ、ちゃうな、ちゃうな。探しに行ける。これで、これで下のできるとかな。いや、これやったら普通のあれやろ。あ、うん、じゃあ、うん、あ、まあ、そうです。これ見るだけです、うん、見るだけや。コザはどないすんだろうな、ちょっと、うん、これ、あ、つかささん、コザってどう配信するんですか。コザなんかそこから出してるような気がするけどね。してるかってこと。あ、その仕方ですね。あ、仕方って、え、こっちは何もしなくていいよ。あ、そうなんですか、こっち何もしなくていいんですか。小坂でプログラムに触ってるはずだ。これどっち。ん、あ、じゃあ、ちょっといい。 あ、これでいい。あ、なったなった。これ次のワイン。あ、ここだけで。はい、それ押していただいて、うん、あ、これ OK で大丈夫です。で、小坂はもういいの。小坂のツイキャスは見れない。同時放送やねんか。あ、小坂のツイキャス、うん、あ、始まったね。配信してたのかな、いつも。皆さんこんばんは。時刻は8時を回りました。 FM ギノワン、 FM コザ、今日から新しくニュース番組がスタートしました。はじめまして、サタデーニュース早速間違えた、うん、サタデーニュース20、はい、ナビゲーターの吉江です。はい、そしてコメンテーターの、はい、キャプテンでございます。ニュースをね、うんうん、激しく切りたいなと思ってますね。はい、あと一人新しい顔ぶれが、うん、あ、いてますんで、はい、ディレクターのいつもヨナミです、そうそうそう、D ですが、今日はザキヤマ D が、ザキヤマ D が、ザキヤマです。たどたどし、ういういしですね。はい、ブルガリさんも来たぜと、ありがとうございます。俺さん、ちょ、ありがとうございます。いつもありがとう。ありがとうございます。この番組は、はい、1週間の出来事とか、うん、あと気になる話題を振り返って、はい、真面目に、そして楽しく掘り下げていく番組です。そうですね、うん、はい、で、この番組では、あの、皆さんの、ね、コメントもまた盛り上げる、もう非常に重要な、うん、ものになりますので、うん、まあ、この1週間ね、こういうことがありましたとか、うん、このニュースについて古言思うとかね、うん、何かあればね、どんどんツイキャス。ちょっと待って、古言ってあれちゃうか、あの、福岡弁ちゃうか、う、博多弁ちゃうか、こない思うとか、こない思う、こう思うとかね。あ、そうそうそう、うんうん、こう思うね、うん、っていうのをぜひ、うん、あの、コメントいただきたいと思います。はい、で、メッセージが797@fmginowan.com、 797@fmginowan.com、 アルファベットはすべて小文字でお願いします、はい、お願いします、はい、あとツイキャスでのコメントもお待ちしています、はい、番組を盛り上げる皆さんのコメント、どしどしお待ちしております、はい、あ、早速ね、来てます ね、 そうですね、大塚健二さん、はじめまして、はい、ということで埼玉県からね、おー、ね、聞いていただいてありがとうございま す、 いいす、うん、ね、ぜひぜひまたこの後も、1時間、そうですね、ということにはなってるんですけれども、はい、はい、今日はね、特別にちょっと延長させていただいて、うん、で、この、まあ、8時から9時までなんですけど、うんうん、10時からマカチョウケイが、そうそう、ありましてね、はい、引き続きね、またそのまま、はいはい、続けて、
やらせていただければなと思ってるんで、はい、引き続きお時間の許す限り、はい、まあ、土曜日の夜ですのでね、ゆっくりとお楽しみ、サタデーナイトですからね、はい、さられないですからね、はい、よろしくお願いします、はい、さあということで一旦ここでまずは CM 行きましょうかね、はい、はい、じゃあザキヤマ D、はい、CM お願いします。いい感じ、ザキヤマ来るって言わない。そこで来るやろ。来るやろ。あ、エゴダイさん来た。外から。外から。うん。この子の。あ、そうか、そういうことか。うんうん、最初が。最初が。一、うん、週間のやつやな。あ、うんうん、あれ来てたな。一、うん、週間のやつが。うんうん、何やったっけ。休年されねえ。1週間のやつ、はい、20秒前です。はい、どれやった、うん、まずこれか、うん、これか、あ、そうそう、これ3人さんなんですね、間からは、うん、ニュースジングル入れてから、ニュースジングル、はい、お願いします。さあそれでは7月17日の日曜日から、はい、この1週間の出来事、まずは週の前半のニュースから振り返っていきたいと思います。まずは7月17日日曜日ですが、安倍内閣の支持率、 NNN 世論調査によりますと、支持率、支持するが 47.8% で、不支持が 36.7%、 政党で見ると自民党支持が 38.1%、 民進党が 13.1%、 共産党が 5.9%、 公明党が 5.3%、 維新が 4.0% という結果になりました。さあこれを受けて、うん、コメンテーターのキャプテンどうでしょう。もう安倍内閣の支持率でね 47.8 ということは、うん、まあ、半数の人がね、認めてるということになりますから、うんうん、まあ通常のね、うん、まあ、結構長期政権ですよね、もう2年半ぐらいですか、うん、ですけど、でまだ 50% 近くを維持してるというのは結構支持率が高い指標になりますね。あと僕は残念なのは、あの維新の会ね、支持率が 4% と、うん、橋本さんがねやっぱり政界引退された影響が大きいかなと思うんでね、うん、まあ、橋本さんも どのような形でまた戻ってこられるのか分かりませんが、あ、維新の会としてね戻ってこられるのか、まあ、一人の政治家として無所属で、うん、帰ってこられるのかでだいぶまた変わってくると思うんですけど、まあ、維新の会がちょっとポシャったのでね、僕はちょっと残念ですね。そうですよね、はい、特に関西ご出身なので。そうですね、まあ、橋本さんもあの、大阪 府長とかね、市長も歴任されて結果残しましたんでね、うんうん、はい、だからまあ国政に行かれて、ね、結果残していただきたいなと思ったんですけどね、やっぱりちょっとあの、大阪都構想で、どうしても府民市民の、まあ、ね、あ、どういうんですか、賛成を得られなかったんでね、うん、まあ、これは何とも言えませんね。そうですね、はいはい、という結果になりました、はい、今日はちなみにこの辺りは花火大会ですか。なんかどんどん言うてます ね、まあ、うん、それ今暑いですからね。そうですね、花火やってもいい、ね、最近見ませんけど ね、はい、花火が、ね、上がってるんですね、はいはい、ということで、はい、まあ、ニュースを、ね、聞いていただきながら花火を見ていただけるといいんじゃないでしょうか、はい、さあ続いてなんですが、同じ日曜日、アメリカでポケモン GO が、配信になりまして、プレイ中になんと2人が崖から転落して負傷するという、ことが起きました。あれもね、うん、なんかあのパトカーがね、うん、まあ、違反者を捕まえてる最中にね、またポケモン しながら運転してた、うん、車がパトカーにぶち当たるとか、そういうのも多いんでね、まあ、一番怖いのは列車ね、あの、うん、駅のホームでこうやりながらホームから落ちて電車に轢かれるっていうことも絶対あると思うんで、くれぐれもねされる時には、うん、気をつけていただきたいと。そうですね、で前にこれ任天堂という会社ね、作ってる会社はあの花札、もともと花札を作ってた会社から、まあ、いろいろファミリー、ゲームウォッチって言ってね、僕らの時代、小学校ぐらいの時ですけど、まあ、オクトパスとかいろいろあったんですけど、そのゲームからファミコンに行って、で、64になって、っていう、まあ、会社なんですけど、そのファミリーコンピューターの時にね、ドラクエ3というね、ソフト、まあ、ロールプレイングのソフトが発売された時に社会現象起きてね、あの、学校を休んで、買いに行ったからあかんとかね、いろいろ、まあ、会社員とかが会社を休んで買いに行ったりとかしてね、えらい、まあ、一
一大ブームを巻き起こしたんですけど、またアメリカでね、この時期にできたってね、なってるっていうことはね、やっぱね、反響のあるものについてはやっぱりいろいろとね、はい。今日はなんかあのアメリカでゲームをしながらうっかりカナダの国境を渡ってしまったということで、ね、連れ戻されたっていう方もいらっしゃったんですけど、僕もほんならあの ね、やりながらうっかり女性の着替えのところにね、あの銭湯に入ってしまいましたってやってね、 OK やったらね、全然いいんですよ。ベルあれへんかな、シーン鳴らしますよ。夜なんでね、まあ、いいかなと思うんですけど、はい、まあ、それが日曜日の出来事でした。あ、はい、さあ続いて月曜日いきましょう。7月18日海の日なんですが、あ、来たね、ベルありがとうございます、はい、消費税 10%肯定派が過半数ということで、うん、フジテレビ系 FNN 世論調査によりますと、2019年10月の消費税増税ですね、 10% 引き上げに肯定派、肯定 OK という人が過半数を占めました。賛成が 53.6%、 反対が 40.8% ということで、うん、まあ、僅差ではあるんですが、このような結果になりました。これは誰が、誰のこれあの調査なんですか、誰に対して。まあ、一般の、一般の方、はい、に対しての国民に対して、まああのね、もちろん抜き打ちというかあれですが、まあ、それで、肯定派が過半数に達したということで、まあ、要は高齢化社会にもお金がないということをだいぶね、まあ、ニュースでやりましたからね。だから高齢化社会に向けてね、皆さん不安を抱えてるんでしょうね。そうですね。それで、まあ、OK という形になってるんでしょうけどね。まあ、国の、ね、財政にやっぱり不安で、まあ、確実に、ね、いける消費税を上げるのはまあやむを得ないんじゃないかというところなのかもしれないんですが、もうこれで例えば車とかね、うち、ん、を買う人とかが減りますよ。やっぱりあの、ね、高額商品を買うときって 10% って大きいですよ。1000万のもの買ったら、ね、100万円つくっていうことですから、ね、消費税が。確かにそれはちょっとね、うん、ね、外国とかだと、例えばフランスとかだとマーガリンは 8% だけど、うん、バターは10%、逆か、はいはい、ね、バターは 10%、8% だけど、マーガリンはね、ものによってね、税率が違う。まあ、もともとね、日本ってね、タバコ税ね、タバコも安いんですよ、他の国に比べて。こっちではまだ450円とかで高なったってなってますけど、ある外国の国だと1200円とか800円とか。で売られてて、結構どういったんですかね、高級志向な嗜好品とされてるんでね、まあ他のところでは安いんでね、うん、まあ、これもやむを得ないっていうことなんでしょうかね。本当に大塚さんもおっしゃってるように、うん、まあ、どこをね中心に取ったアンケートなのか、まあ、ちょっとわからないところありますよね、うん、都合のいいアンケートな気がしますと、うんうん、まあね、いいところを取って、まあ、最近ねマスコミの報道の仕方とかもねいろいろ言われてますけれども、うん、まあ、どこを取ってっていうところはちょっとありますが、うん、一部、まあ、こういうところで、世論調査を行ったところによると、こういうふうな過半数を占めましたよという結果になりました、うん、なるほど、はい、さあ、そしてソフトバンクが半導体 ARM を買収ということで、うん、ソフトバンクがイギリスの半導体会社 ARM を 3.3 兆円で買収したということで、ちなみに ARM は半導体市場でトップに君臨するイギリスの大手企業ということなんですが、これはソフトバンクって前ボーダフォン買収して電話会社作ったでしょ、うん、だからまあ先のことを考えてるんでしょう。ただ半導体って結構10年ぐらい前からいろんなことね、最先端やとか、これが未来のね何かことやって言われてますけど、いまだにね僕らの生活の身近に半導体っていうねものが来てないでしょう。そうそうそう、まあ、これはどうなんかなって思いますけど、 3.3 兆円でしょ、うん、まあ、これに見合う、ね、減価償却というか、まあ、要はペイできるんかというね、これを投資したってそれ以上の、ね、利益が来るかっていったら僕はちょっと考えもんやと思うんですけどね。うん、そうですよね、はい、日産が三菱自動車を買収した時が2000億円ということなので、それを思うと 3.3 兆円って言ったらものすごい、ね、金額ですよね。うん、ということでした。ああ、それだけ先見の目が孫さんにあるんでしょう ね、あるんでしょうね、うん、まあ、これからどうなるのかね、これが吉と出るのか凶と出るのか、皆さん高校期待というところなんですが、はい、さあ続いて19日の火曜日です。通院中の患者11人から新型耐性菌ということで、愛知県の病院で呼吸器内科に入院通院中の患者11人から、複数の抗生物質が効かない新型耐性菌カルバペーネーム耐性腸内細菌化細菌を検出したと発表ということで、長いかな
ザキヤマくん思わへんかった。長いやろ。すごい長い。何のこっちゃやん。カルバペネム耐性腸内細菌化細菌。なんかもうすごいな。リピートアフターミーザキヤマくん。カル。もうあかんやん、その字で。ねえ。いや、これは実際に要は何で腸にできる菌なんですか。じゃないんでしょうかね。腸に入るんでしょうね。そうでしょうね。ということなんですが。うん、まあ、あの日本人って本当にあれじゃないですか、綺麗好きということで、まあね、滅菌殺菌が多いですからね、うんうん、抗菌とか多いですからね。そうそうそう、なので余計ね、うん、また菌に対してで、また抵抗力が ね、うん、あのないですし、プラス結構ね抗生剤抗生物質とかねよく飲みますので、うん、まあ、そういうところでこういう、でも新型耐性菌とか聞くとやっぱ怖いなと思いませんか。そうですね、要は効かないんで ね、まあ、僕らはまだいいですけど、成人はいいですけど、うん、やっぱりお年寄りとか、あの子供さんとか、うん、免疫力がねまだ、うん、弱い方にはね、それが死に至ったりだとか、うん、大病になったりとかね、いろんな病気をね併発したりとかするんでね、うんうん、そうなんですよね、うん、ということで、まあ、こういった菌が出てきたということで、ブルガリさんなんかの、菌は菌でも借金ならいつでもしてますがっていう。うまいな、うまいな、あのなんかあのプレゼント送ってあげて。あのシールとかマカチョケシール、そうそう、マカチョケステッカーとかをねプレゼントしましょうか、 ね、うんうん、ね、ということでした、うん、これが、火曜日。 あと一件ですね、はい、あの警察官を装い80歳から485万円詐取、19歳の少年を逮捕ということで、滋賀県、うん、の、滋賀県警草津署などは詐欺の疑いで愛知県在住の19歳の少年を逮捕したということで、はい、これあのピンポンしてもらいに行ったらしいですよ、お金を、ピンポンダッシュならしからぬピンポン詐欺ですな。ピンポン詐欺してたらしいですよ。で直接手渡しをしてお金をもらったらしいです、はい、あの今からあのお金を直接警察官があの受け取りに行きますのでということで、直接もらいに行って手渡しでこの金額をもらったということ で、あの19歳の少年を逮捕したということなんですが、まあ、あの警察官を装えばね、うん、皆さん信用してしまうんですよね。でこれはあくまで僕のあれですよ、価値観ですよ、うん、あの警察官であっても悪い方はいらっしゃいますし、実際問題として警察官の汚職とか、まあ、例えば不正っていうのは年間に300人から400人ぐらい出てるんですよ、うん、だから1日に1人出てるわけですよね。で警察官がだいたい4万人ぐらいいるんかな、うんうん、でそこの中でその割合なので、まあ、言ってみたら、ね、悪い任侠会の人とかももっと捕まってますけど、まあ、警察官も結構やることやってしまってるっていうのが多いんでね、うん、だから、まあ、今警察官からやと言われたからと言って信用してはいけませんと、うん、そうですね、やっぱり言うことですよね、うん、僕やったら絶対引っかからないですけどね。はい、はい、絶対引っかからなそうですよね。絶対引っかからないですね、うん、はい、まあ、商売が商売ですし、うん、そういう人たちを守っていこうっていうあの会社も設立してますから、うん、実際にねこの間僕守って、まあ、あまり言えないんですけど、あの個人情報の問題があるんで、実際に詐欺で騙された方が、まあ、ずっと、6年間ぐらいの前の事件を引っ張り出してきて、まあ、一応、まあ、警察の方の僕知り合いがおるんで、うん、まあ、圧力じゃないですけど、うんうん、まあ、言ったらすぐに逮捕されてっていうのもありましたんでね、やっぱり詐欺はやっぱ悪いことなんですけど、騙される側もしっかりしないといけませんのでね。うん、そうですね、はい、うん、なるほど、分かりました、うん、さあということで日曜日から火曜日振り返ってきたんですが、水曜日まで行きますか。あ、そうですね、うん、水曜日まで行きましょうかね、はいはい、水曜日はですね、もうこれはやっぱりがっかりされた方もね多いんじゃないでしょうか。大橋巨泉さんが亡くなりました。82歳癌で闘病していたタレントの大橋巨泉さんが、12日に亡くなっていたことが分かったのが20日の水曜日ということで、非常にねこれも話題になりまして、いろんなね番組で若い頃の巨泉さんの番組なんかもねいろいろと出てたわけなんですが、見てた、まさにもう僕はもう世代ですよ、あのクイズダービーをリアルに見て、原平さんとか竹下恵子さんね、三択の女王のね、そうそう、うん、で原平さんなんかすごいなと、いつもみんなが間違ってるやつをね一人だけ正解してとか言うのでね、で篠沢教授もええ味出してましたしね、あと北野武さんのお兄さんのね教授の方が、ね、篠沢さんの後行ったりとかしてましたけど、確かに、はい、私もあの小さいながらにあの番組をちょっとわからないながらに見てたんですけど、うん、あれですね、原平さんに全部とかいうやつですね、井森美幸さんに
何万点とかねいうやつで結構盛り上がってたと思うんですけど、うんうん、まあ一世風靡しましたから ね、あの大橋巨泉さんが、うん、まあ司会をすると、うん、まあ新たな番組というか、まあ突っ込んだ番組ができるというかね、うん、あとやっぱりあの人のセンスですよね、はい、そうですね、うんうん、いろいろ斬新なねテレビ番組とかあの言葉なんかも ね、いろいろと巧みで、操っていらっしゃって結構キャッチーな言葉とかでね、うん、もう非常にお茶の間の人気者になった大橋巨泉さんなんですが、うん、残念ながら82歳で亡くなったということでした、うん、さあそして気になりますねこれ関東で4日間ほど続けてですね最大震度4を記録したということで、うん、連続3回ですね、続いたということで茨城県や千葉県が震源の最大震度4規模の地震が3回連続で起きたということでツイッター上では不安の声が相次ぐということなんですが、うん、これ原因わかりますよ。わかります、はい、富士山爆発するからですよ、はい、あのね富士山って100年に一度定期的に爆発してるんですよ噴火を。でちょうどここ5年ぐらいが100年目なんですよ。で、まあ、あの、皆さん信用しないかもわからないんですけど、僕らが小学校の時は死火山か旧火山かとかいうので論議されてたんですね、富士山って、はい。で、富士は生きているとかいう本も出てましたし、うんうんうん、で、やっぱり歴史って繰り返されるので、人間も、環境も。ってなると、僕は富士山が何らかしらの噴火をするんじゃないかなというふうに僕は思ってます。で、僕はちなみにあの熊本ね、ご存知だと思いますけど、熊本の震災を僕は予言しておりましたので、1ヶ月前に。はい。そうあの、その時は熊本では大きな地震起きたことないから、学者さんも誰もわからなかったんですけど、僕が人間的な野生な感で、そういうふうに言ってたんですけど、あの、鳥とかもわかるらしいですからね、動物とかも地震起きる前はみんなどっか行ったりとか、鳥がね、おかしな、行動を取ったりだとか、うんうん、あと雲がね、地震雲が出てくるとかあるんですけど、僕のなんか野生の感があるみたいでね、うん、熊本はもうあの日付と1ヶ月以内とかね、そのピンポイントで、でここの、大分、熊本気ぃつけやって言って、僕ね、うちの社員に言ってて、で彼女にも言ってて、で実際に起きてたんですよ、僕それをフェイスブックでアップしてまして。はい、もう証拠も残ってるんですよ。はいはい。まあ、多分あの、うん、富士山は噴火します。こんなに言うてええのか分からへんけど。はい、いやでも本当に熊本とか大分っていうのは、うん、まあ温泉地ではあるんですけど、私たち、うん、私も福岡に住んでいて、熊本ってもう車でもう10分ぐらいのところなんですね、うんうん、県境にちょうど私住んでるんで、うんうん、であの辺っていうのはあのどっちかって言ったら地震は来ない、災害にはあんまり会いにくいという、うん、どちらかと言ったらあのイメージで、まさかこの近くでこんな近くであんなに大きい規模の地震があるなんてと思って本当にびっくりしました、うん、でそれを言われてた方がいたのでさらにびっくりしましたね本当に。そうなんですよ、だいたいわかるんですよ、うん、感覚物の流れとね、なるほどね、うん、さあということで1週間振り返ってきたんですが、うん、キャプテンはどうですかこの1週間振り返って、なんかこう気になる話題とか、うん、やっぱりあの、うん、大橋巨泉さんショックでしたね。やっぱあの A 六助さんね、うんうん、あの親友大親友やったらしいですけど、あの1週間、まあ、ちょっと前に同じように亡くなられてね、うんまあ、やっぱりねお互い仲が良かったと聞いてますんでね、やっぱなんか悲しいというかね、はい、やっぱ一つの時代を作った人やし、うんうん、一つの、まあ、テレビ文化っていうのも作った人だと思うんで ね、ちょっと残念ですね、うんうん、ですね、ツイキャスでもいろいろいただいてますが、うん、先ほどソフトバンク半導体の ARM を買収したということで、うん、大塚さん、半導体は携帯や家電品ほとんど使われています、ソフトバンクグループ全体で考えるといいかもの算数なんでしょうね、うん、ということですね。そういうことか、うん、なるほどなるほど、だからそれをちょっと、まあ、自分ところのものにしたいんでしょうね、うん、そうですね、富士山旧火山ですねということで、うん、そうですね、まあ、いろいろとあるようなんですが、うん、ザキヤマ D はこの1週間なんか気になる話題とかありますか？この1週間ですか、うん、やっぱり甲子園ですかね自分は。あ、おお、はい、甲子園、甲子園って予選ですね、やっぱ各地でも熱戦繰り広げられてて、お、まあ、大体もうちょっと半分ぐらいの出場校が決まる。そうですな、で、うん、沖縄決まりましたな、公立高校でね。ちなみにザキヤマくんはどこの出身ですか？あ、新潟の出身ですね。新潟名君とかあるんですよ。名君高校のモデルになったね。新潟名君もあるし、はい、新潟って結構野球、結構強いんですよ。あ、そうなんですね、うん。最近ちょっと徐々に力つけて、ね、そう、ね。あ、じゃあやっぱり地元とかが活躍してると。
あ、嬉しいですね。嬉しいですよね。野球経験者ではないの？あ、全然。あ、違うんだ。もう高校野球が、まあ、やっぱり興味があって。普通に好きですね。やっぱり。やってたもんからしたら、はい、あの、あれは綺麗に見えすぎて赤いの中は、中身はもう結構ぐちゃぐちゃというか、もう上下関係厳しかったし、今はそうでもないらしいけど、やったもんからしたら、あの、綺麗なこと書いとんなとかね、綺麗な演出しとんなとは思うけどね。そうなんですね、うん、なんか私はずっとこう高校野球とかっていうのはもうお兄ちゃんたちが出てるものっていうずっとイメージがあって、うん、お兄ちゃんたちすごいな、お兄ちゃんたちすごいなってずっと思いながら、いつの間にかめっちゃ年下になってましたね。やっぱあのそういうのないですか？わかりますよ、ね、うん、あの、なんていうかな、こう野球文化でしょ、うん、要は高校野球みんな甲子園目指してる、まあ、男の子やったし、一度ね自分がそういうと、うんうん、ところに立ってみたいっていうのは夢っていう子が多いし、うん、そうですよね、うん、で実際にね、ちょっと、まあ後でちょっと話そうかなと思いましたけど、 PL 学園がね、はい、あんだけ今プロ野球選手を出した、まあ要は人数で一番ダントツトップなんか PL 学園なんですよ。そこがあの敗部という形で1回戦でね負けて、衝撃的ですよね、うん、あのユニフォームはね、僕も憧れというか、あの小学校の時に桑田清原さんがね、活躍されてたんで、 PL 学園に行ってみたいなっていうふうにちょっと思った時期もありましたから、やはりちょっとショックでした ね、 そうですね、一つの時代が終わったなっていう感じでね。確かにそうですね、うん、あの今回の結構高校野球はもうそのシード校上がってくるような、あとこう有名なここは結構上がっていくだろうみたいな言われてた学校が案外ちょっと初戦から苦戦したりとか負けたりとかして、結構早く消えてしまったりとかして波乱な、ね、展開が多いです。いやでもね、その年その年でありますよ。僕らの年でもどっかの県がそういう状況になってるだとか、大阪なんかはね、うん、特に、まあ、激戦区やって PL が早く負けたり、上宮が早く負けたりとかして、結局渋谷高校というのは中村典弘がおった公立高校が、まあ、決勝に行ってたり甲子園に行ってたりっていうことの時代があったもんですから、大阪の大会でも選手中高校とかね、そういう公立高校、泉大津とか公立高校が甲子園に行くとか、奈良でも奈良校っていうね進学校、こっちでいうあの那覇高校あの進学校みたいなところが、僕らの年にね春の選抜に行ったりとか、やっぱりその時その時でやっぱり流れはありますんでね。なるほど。波乱のね、今年この春夏はですね、なんかなりそうなんですが、そうですね、またね、うん、どういった形で、まあ勝ち残って、ねね、どの学校が、ね、優勝するのか、またね、ザキヤマ君楽しみですね。ザキヤマ君はどこの高校の不安なの？やっぱり新潟県の高校を応援するの？いや、実は、うん、北北海道の、うん、ちょっと名前ど忘れしてしまったんですけど、うん、そこの高校が好きなんですよ。その甲子園に出てた時に、うん、バウントで、うん、その三塁線に転がして、うん、それが、うん、今まで踏んでた足跡のところでこう止まったっていう。ああはいはい、たまたまね、はい、バントが。もうそのシーン見てからその高校が好きな。マニアックやな。マニアックやな。北海道でしょ。はい。え、駒大、岩見沢、駒大の系列じゃないの？いや、漢字二文字の。漢字二文字どこやったの？北見とかかな。北昇です。あ、北昇、あ、北昇、はい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 。それが好きになったんが、その足跡が残ってたところにバントのボールが止まった。止まって。君は野球のルールは分かってるのか。大丈夫大丈夫か。あ、切れなかったっていうこう。いや、いい味出してるよ。初っ端から。ちょっとかすみますね、私たち、ね。おうおう、うん、あの。来るな。来たな。来たな。やっぱり隠しだな。ダークホースだな。いや、君がダークホースなんじゃないか。ね、ほんと。宜野湾隠し持ってたな。嘉手納高校も、ね、初優勝で、でね、初甲子園すごいですよね。ということで、うん、そうですね。盛り上がりましたね。ね、盛り上がるんじゃないですかね。うん、本当、はい。さあ、ということで、まずは週の前半、7月17日日曜日から7月の20日水曜日までの気になる1週間のトピックスご紹介しました。CM を挟んで、後半戦です。個人的には応援チアチームが、あーそうだ、チアこんな本間でっか TV で熊本付近は危険だった、あーそうなんだ、そうなんだ、国発表の予測では 3%、 3% だったんだ。富士山は休暇だよね。うんうん、うーん、靴の後勝ちでスイッチ靴の後勝ちでスイッチ入るの分かる、はいはい、やっぱね、うん、なるほど。 CM は CM 今 CM、 CM、 うん。
あと、ザキヤマ君やるね。こだわりのところがマニアックなほどいいんだよ。なんかちょっと D を思い出したな、うん、D が、あ、そんな感じだもんな。そうそうそう、変なところにこう、こだわりが、ね、ボンドカーのミサイル、そうそうそう、ボンとかで。はい、じゃあジングルからいきます。さあ、今日から始まりましたサタデーニュース20。前半戦では7月17日日曜日から7月20日水曜日までの気になるニュースをご紹介しました。さあ続いて、後半戦、7月21日から今日7月23日土曜日までの、23日か、土曜日までの気になるニュースをご紹介します。まずは7月21日木曜日ですが、これはキャプテンも気になるんじゃないですか、はい、円相場、日銀総裁の発言めぐり乱高下ということで、イギリスの BBC ラジオは黒田総裁のインタビューを放送して、この中で金融政策と財政政策を一体で進めるヘリコプターマネーと呼ばれる政策について、必要もないし可能性もない、中央銀行は政府から独立していると述べたと。この発言をめぐり、円相場が乱高下したというニュースなんですが、いつも日銀総裁っていらんこと言うて、相場変動させたりしてるでしょ、うん、で得てしてね、うん、この人が発言、まあ、日銀総裁が発言すると良くなった試しないんですよ。だから僕らの投資家、ね、の一部、まあ、僕投資家よりもそんなにやってませんけど、投資家の中ではもういらんこと言うなってみんな言ってます、はい、何しとんねんって。で僕も那覇にね、うん、那覇の新都心ですかね、に日銀の那覇支店があるんですよ。で僕何回か行ったことあるんですけど、また中がね、また変な雰囲気でね、あんまりこう客を客やと思うてへんしね、こんなあんま言うとあかんのですけど、うん、ちょっと苛立ってるんで、日銀もどうでもええって思ってますねごめんな日銀の人、頑張ってる人もおると思うけど、俺は一回行ったんよ。だから一、うん、回中に入ったらもう異様な雰囲気やもん、でやっぱり俺お客さんやんか、パッと見てもで入っていったら、なんやこいつみたいな、もう行く人が少ないから、でスーツ着て行ってへんから、いつも俺こんな私服でうろちょろするから、だから強盗やとでも思ったんじゃんかそうなんですね。ちなみになんか今日鼻声ですか？ね、ちょっと風邪ひいておりますけどでも今日鼻セレブと一緒に出勤しておりますので、鼻もセレブなんですね、はい、そうですね。僕はセレブじゃないんですけどね、はい、鼻だけセレブということでね、はい、はい、ストレートですね。さあということで、続いてですね、鳥越氏の文春報道に堀江氏と橋本氏が見解、これも7月21日のニュースです。都知事選に出馬している鳥越俊太郎氏について、21日発売の週刊文春が女性についての疑惑を報じていることを受けて、堀江氏と橋本氏が言及したということです。さあこれについてコメンテーターのキャプテン、言いたいこともあるんじゃないですか、いろいろ。めっちゃありますよ。なんでね、うん、選挙中にね、そのプライベートのねことをいちいち出してくる。乙武さんの時もそうでしょ、出馬するって言ったら出てくるでしょ。乙武さんがまあ、女たらしやということはもう前からみんな知ってるんですよ、うんうんうん、でなぜ あえてここでするかって、僕ね、ごめんなさい、マスコミの人大嫌いなんですよ、うん、そういうマスコミの人ね、はっきり言うんですけど、僕らは政策をどうするかとか、その人の人間性を知りたいわけですよ。まあ、もちろんその人間性を知る意味でね、その不倫してるとかね、なんかこんな、ね、ちょっかいかけとったとか、なんか言うのも、まあ、あれなんですけど、僕らはその人が政治家として何をしてくれるのかということを知りたいわけで、別にその人が過去に何したかということはどうでもいいんですよ。逆にね、過去になんかいろんなことあった人の方が、一般的にね、こう、人間的にも成長されてるというか、失敗があるから成功があるんで、うん、失敗されてる、多く失敗されてる方の方が、うん、いい、まあ、結果を残した人のためにね、やっていけるんじゃないかなって思うんでね、うん、それをなんか、こう、一つの悪いことを出してきて、これは問題だとか、説明責任がどうやとか、まあ、橋本さんの言うてるのも分かるんですけど、うんうんうん、僕的にはね、うん、その人が成したいか、で、本当にそのマニフェストっていうのを、言ってもらって、それを、マニフェストを叶えられなかった時には、ね、坂本龍馬とか西郷隆盛の時代みたいに自分が切腹するぐらいのね、責任を持ってやってもらえる政治家が現れてほしいんですけど、うん、もうマスコミもそういう風な流れでやるんでね、うんうん、結局、僕ごめんなさい、今出てる候補者の中で、こいつやれるなっていうやつはいてません。うん、無理です。
はい、そうですね、はい、うん、だからもう誰がなっても都知事がなっても一緒、そう、うんうん、そうですよね、うん、まあ、自民党がその、ね、支持率一番最初に言ったんですけど安倍内閣の支持率がとか自民党がっていう、うん、結局まあ誰が出ても変わらないのかなっていうところの横ばいですからね、うん、ずっと、うん、っていうところもあって、まあ、誰がしても変わらないのかなっていう数字なのかもしれない、そこら辺 の、 あの成功してる経営者とかで成功してるおっちゃん連れてくる方がいいよ、よっぽどね、そういう人の方がほんまに、うん、真剣にやっていくと思うわ、うん、そうですよね、うん、それこそ痛みもね分かってるし、そう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 、ね、あの市民の感覚で国民の感覚でやっぱりね、うん、政策なんかもそこじゃなくてここがいるんだよみたいなのはね、やっぱりそういう人の方が分かってると思いますのでね、うん、まあ、そういう方にじゃあなればいいんじゃないですか、キャプテンは。いや僕は無理でしょうねまずあのこんだけ言うからマスコミに嫌われるでしょでマスコミで気に入らなかったらお前ちょっと来いってなるからね、ほんなやっぱああいう人だってそういう場面だけ映すらしいからね、僕はあのそう、それで苦しんでおられるね、実際に有名な方とかも知ってるんで、うん、あの本当に一部ですよ、あの都合がいいところをね、田原の俊彦ちゃんいてるでしょ、はいはい、あの人かってあのビッグ宣言言うたでしょ、あれも前後に本当はあったんですよ、ちゃんと それまでの流れ、あそこだけ報道してしまって、うん、あの人20年ぐらい干されてたんですよ、それで、あ、で国民からも、まあ、言うてみたらファンからも誤解されてずっと冷や飯を食わされてるんですよ、だからメディアの人に言いたいのはね、うん、一部自分のたちの都合のいいところだけ取ってね、なるほど、あの報道してね、うん、でその人たちの人権というかね、うんうん、誤解を生むようなね、うん、ことはしたらダメだと思います、だから僕報道絶対信用しないんですよ、うん、はい、信用しないんですね、そうですね、はい、なるほど、うん、ということで、これが7月21日木曜日の、出来事でした、はい、さあ続いて7月22日金曜日ですが、29人を乗せた空軍機消息不明にインドということなんですが、インド南東部にある連邦政府直轄地アンダマンニコバル諸島の、ポートブレアに向かう途中行方不明になったということで空軍機が消息を絶っております、うーん、心配です ね、どうなんでしょうね、うん、さあ続いてこれはね、さっきちょっと甲子園のお話あったんですが、龍谷高校が出場辞退、部員が喫煙、部室ぼやということで、24日に行う、明日ですね、全国高校野球選手権佐賀大会準決勝への出場が、決まっていた龍谷高校ですが、あえなく、喫煙で部室ぼやが出てしまって辞退となってしまいました。残念です、あのあんまり言いたくないんですけど、うん、高校2年生の春に僕喫煙で、うん、あの部分室僕だけ出場辞退で春の予選なったことありますやっちゃった、はい、やってました、しかもキャプテンやのに春の予選 あの夏のシード校を決める予選僕あの一人だけ出場辞退でましたあのチームは出ましたけど僕だけ謹慎でキャプテン不在、はい、本当ですか、はいはい、あのこれ一言じゃないあんまりあのですね、うん、あの実際にねやっぱり吸ってる子っていてるんですよ、うん、ぶっちゃけの話、うんうん、でそれがバレるかバレないかなんですけど大概敵対チームのところにあの見つかってそれを高野連って別なんでね、うん、あの高校総体の、まあ、連盟と野球だけが別なんですよ高野連って言って厳しいんですよ、うん、だからやっぱりねいろいろあったんでしょうけど、うん、今そんなタバコ吸うてね、うんうん、そんなそのいちいちちょっと言わんでもよかったんですけどね、まあ、あのエコザイさんもさすがキャプテンとかで、ね、言っていただいてますけど、はいね、でもそれぐらいちょっと悪さするぐらいじゃないと、うん、ああいう舞台とかね緊張するところであのいい結果出せないんですよ実は、うん、だからあの僕の親友 あの三浦大輔投手なんかは、うんうんうん、あいつ中学校からタバコ吸ってましたからでバイクもあの無縁で乗ってましたからね、はい、で結構 悪さしていろいろ悪かって、うんでまあ、高校行って落ち着いて、まあ、それでも高校でもちょっと問題あって確かなんか辞退した時はなかったと思うんですけどいろいろあの単車をバイクであのグラウンド乗り回したりとかいうのは聞きましたけどねあいつも、はい、やっぱそれぐらいねなんかあの尖ったものがないとでもダメなんでしょうね、うん、なんてほんまに緊張して真面目な子やったらあんなとこ足震えますからね、そうですよね、チャンスとかね、はい、じゃこれはね、まあ、一つの契機としてまた頑張ってね、うんもらいたいですね、そうよこの子商売したらええねん俺みたいにほんなら成功するかもしれへん、ね、どうで
でしょうか。さあということで、続いて7月の22日今日ですね、土曜日のニュース、うん、朝のニュースなんですが、 NHK が値下げ案を了承、国検討会ということで、総務省の第三者機関放送をめぐる、消化台に関する検討会は、うん、NHK 受信料値下げなどを盛り込んだ第一法案を大筋で了承した、近く一般から意見を募集して9月に取りまとめる方向だということですが、賛成、 NHK 賛成、あの、うん、ご存知ですよね、僕 NHK と喧嘩した男で、そうそうそう、あの受信料いりません、法律では受信料を払わないといけないんですね、あれは、うんうんうん、で車のナビにテレビがついてても払わんとあかんんですよ、法律上。で、うん、そうです。で、あいつらはね、まあ、あいつらってことは悪いですね、あの人たちは、うんうん、NHK って、ね、BS とかいろいろあるでしょ、あの NHK の放送局だけで8個あるわけですよ、うん、だから、そうなんですね、あの要は民放で、なんか民放でやったら1局は1局でしょ、うん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 、NHK はあの番組8個ぐらいありますね、要は NHK 教育とかね、普通の NHK、いろいろあります、 BS もそうですし、うんうんうん、でそういうのが、まあ、言うてみたら取りすぎなんですよ、なるほど、うん、受信料ね、うん、で僕一回あの喧嘩して向こうの財務費を見たんですけど、これは使途不明金要素ありますね、ほんであのこの間不正した時の、ね、調査費いくらかけたか知ってます？1億円ですよ、自分とこの会社の悪いことを調査するのに1億円かけますか、普通の会社。かけられないですよ ね。だからそこら辺はね、僕はね、ずっと払えへん言うて喧嘩してて、うん、でお前らあの財務表持ってこいって言ったんですよ。で3ヶ月経ってやっと持ってきました。お前のところその収支報告書持ってこい言うて。いや、僕らお金払うんやから、ね。あの見る権利あるでしょ、そうです、で出してきて、お前これおかしいやんけ、ここおかしいやんけ言ったら、もうあのすいません、あの納得されてから払っていただいたらいいんでって言ってもらえたんでね、はい、でもまあいろんな事情でね、うん、あの元 NHK のね、あのアナウンサーの方とあの僕一緒に番組するようになって、ね、あのもやっぱり申し訳ないなということで全額この間お支払いしました。はい、なるほど、でもまあこれは皆さん了承でしょうね、これはね、うん、ということで取りすぎですわ、ね、取りすぎですわ、うん、そして、続いてこれもね気になります、最近ちょっとね国いろんな世界中でちょっとこうざわついてますが、ドイツの南部で銃乱射8人死亡、日本時間の今日午前1時ごろドイツ南部バイエルン州ミュンヘンの商業施設で何者かが銃を乱射ということで、8人が死亡する事態になりました。まあ、リオ五輪もね、なんかこの間、アルカイダに忠誠を誓った10人を拘束して、あと2人を、ね、捕まえてないということでね、オリンピックもちゃんと安全にできるのかということなんですけどね、まあ、これも、ね、テロなんですかね、それか、まあ、いろいろ社会に不満を持った方がやられたのか、ちょっとね、そうですね、分かんないんですけどね。どうなんでしょう、まあ、テロね、ドイツとかフランスとか、あのあと結構ヨーロッパは最近、そうですね、ざわついておりますね。というこの1週間だったんですが、はい、1週間後半戦はキャプテン的にはもう NHK の受信料下がるっていうのは、僕があんだけ文句言うたからね、半年ぐらい前からね、あれで下がったんちゃうかなと思ってね、相当文句言いましたよ、ほんでもう、ひどいなっていうことでね、そうなんですね、まあ、よかったですね、 声が届きましたね。はい、じゃあの下がった暁にはお礼を言いますね、はい、一言ぐらい。ああ、そうですね、皆さんに言っていただきたいですね。まあ、あの僕のせい、あのおかげかどうかは分かりませんけど、うん、僕もたまたまそういうことがありましたんでね、うん、でもあの、はい、国民の、ね、大事な一意見ですから、そうですね、うん、そこまで財務表持ってこいとかいう人ってなかなかいない、ね、あ、いてないらしいですわ、うん、で持ってくるの3ヶ月かかりましたからね、そうですよね、はい、もうそれ出すまでにもね、相当多分いろいろあったと思うんですが、でもね、1億円とかね、数千万円規模のね、あのまあ、赤字とか出資を平気で書いてるんですよ、財務表に。あんな普通の一般企業であんなこと書いたらね、まあ、そうですよね、うん、税務局とか、あと、まあ、会計士さん、ね、税理士さん、会社に就くんですけど、絶対言われると思いますよ、そんな。そのレベルでっていうのはすごいですよね、うんうん、僕が見ても愕然としたからね、こいつらほんま自分が稼いだ金やと思った、いや要は強制的に徴収できるわけでしょ、そうですよね、確実に。そういうのってもう、うん、あの自分が汗水垂らして働いたお金じゃないから、うん、うん、確かにね、うん、うん、ということで、うん、ザキヤマ D はどうですか、この1週間後半戦、気になるところ、うん、そうですね、受信料は今日朝見て、うん、
いやちょっと下がったら嬉しいなって正直思う。そうやね、一人暮らしの、ね、若い子からしたらね、1000円2000円は大きいからね。うん、NHK 見る？あ、ちょっとどこのおばさんやねん。いや気になるなと思って。おもろいな、面白い番組をあるんで、うん、ドキュメンタリー72時間。そうそう、確かにね、ドキュメンタリーとか、そういう普通のところでは行けないところとかが行けます。ライブヒストリーとか。そうですそうです。ああいうのは見ます。そうですね、あのあそこすごいんですよ。まあ任教会ですごい今一番大きいとこありますね、名前言えませんけど、はいはいはい、あの問題あるところ、あそこに、2,30 年前に初めてその、まあ、本部に行って幹部の方たち、有名な幹部の方たちにインタビューしたのは NHK なんでね、はい、だから普通の民放ではそういうことになったことないんで、やっぱり NHK の力っていうのはやっぱあるんですよ。あ、はい、なるほどね、はい、もうそれは普通にこうドキュメントみたいな感じで。あ、やってましたやってました。で今、まあ動画とかで、ね、配信の動画とかで、うん、まあ、検索すれば出てきますよ、うん、はい、確かに民放ではちょっと扱えない。そうですね、内容ですよね。そうですね、なるほどですね、うん、まあそのね、あれは気になりますが、ただ、まあ、クオリティとしてはですね、 NHK さんの番組ってね、うん、高い番組もありますし、うん、すね、好きな方はうちの父とかの大河ドラマとか、はい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 、大好きですから、真田丸とかね。僕一時期あの朝ドラ見てましたよ、うんうん、アグリとかね、はい、いろいろやってましたけど、うんうん、見てましたね。ね、はい、まあ、気になりますが、はい、じゃあこの1週間ね振り返ってきたんですが、ちなみにキャプテンの1週間どうでした？あ、僕ですか？はい、いやもう大変充実して、ここ最近ね仕事もいろいろ充実してきまして、うん、で8月から遊んだろうかなと。何して？何して、まあ、ずーっとボケーとして、ちょっと気分が向いたら車運転ドライブ行ってっていう、それの繰り返しをしたいな。なるほど、はい、キャプテンはね今ラジオも3つ持ってますからね。持ってるよ。でも皆さんのおかげでね、まあそういうふうな、まあ吉江ちゃんとかね、ザキヤマ君もそうですし、D とか、うん、あゆみちゃんのおかげでね、うん、はい、ですんでね、うん、あ、ケインさんもどうも、あ、こんにちは、こんばんは、キャプテン、そうなんですよ、ニュースが始まったんですよ。そうそうそう、新しい番組でね、8時から。ブルガリさんなんか NHK の授業は払わなくていいんですかね。払わなくていいですよ、自分が納得され、うん、してください。まずね、財務表をね提出してもらってください。でその会計の勉強されて、でそれで、ね、その単位がねどれだけおかしなことをしてるかっていうね、もう数千万とか1億の単位をね本当に湯水のごとくね、使ってるんでね、まあ見てください。はい、本当に一般の企業はちょっと考えられないということもありますので、はい、ぜひね、まあ、納得されてのね、はい、お支払いになっていただければということで、キャプテンはおっしゃっておりましたので、はい、よかったら、ご参考にしてください、はい。NHK が下げるなら国の消費税も下げられると思うんだよな、うん、民間は経費削減かな、人員削など企業努力してるんだからということ、まさにもうおっしゃる通りですよね、うんうん、もう一緒ですよね、一般企業と一緒で、うん、まずは削れるところから、見直せるところから、まあ、家計もそうですけど何でもね、まずはっていうところでできるところから、うん、まずはやるっていうのが大事ですよね。そうですね、うん、ということで、うん、1週間の振り返り、以上今週1週間の出来事でした。5時すいません、いえ大丈夫ですよ、はい、分かりましたのでね、うん、どんどんご意見いただければ、はい、お塚さん。さあ続いてはスポーツコーナーということで、ごめん邪魔したな。俺いやいや、大塚さんと大塚健二さんと喋ってたんだよ、うん、そうそう、5時ですいませんということで、うんうんうん、私もよくやりますのでね、うん、はい、まずは、スポーツコーナーということで、この1週間に限らなくてもいいんですけど、まあ、キャプテンが、ちょっと最近気になるスポーツネタについてお話しいただこうと思うんですが、うん、まずはさっき PL の話しましたか。そうですね、PL 学園がね、うん、やはり9部ということで、僕もね、僕の時代もすごくて、ちょうど一つ上に入木というピッチャーが、入木優作さん、まあ、一時期背番号20まで巨人でね、エースで投げられた方とかね、あといましたし、で僕の同級生でちょうど僕の高校の1年上の先輩で4番打ってた大原さんという方がいる、まあ、この方ちょっと残念ながら20歳で自動車事故で亡くなられたんですけど、その弟さんが僕と同級生 で PL で2年からレギュラーでキャッチャー で僕もキャッチャーやってたじゃないですか。で合同練習とかでねあったりいろいろしてたんでね、まあ、PL 学園っていうのはね特別な思いというか、はい、みんなの憧れだったんでね。皆さんあれ PL の人ってこうやって胸バッター、うんうん、バットの時にね入る前にこうやってやるの何でか分かってます？分かんないです。知らない人多いんですよ。分かります？分かんないです。ここにね PL 教のあれ PL 教っていうんでパーフェクトリバティ教っていうところが母体なんですよ、
で、あのここにお守りがあるんですよ。だからみんなお守りをその打席に入る前に握るんですよ。ほんでやってる、あれ皆さんね、ここみんな癖かなって思ってると思うんですけど、はい、あれはここに PL 教のお守りが入ってる、で実際にあのお祈りもねされてるみたいなんでね、はい、パーフェクトリバティっていう教団なんですよ。はい、でそこが今あの、まあ、お父さんがすごい創始者で立派な方だったんですけど、今兄弟かななんかであのちょっとね、ま、昔からちょっと問題というかあのお金のことでこう争いがあって、うん、一時期 PL 学園がなくなるっていうのも僕らぐらいの時代にも一時期そういう話があったんですよ。で今、まあ、再熱して結局そうなったんですけど、はい、その母体の宗教がちょっと揉めてるんですよ、お金のことで、あの相続のことでね、はい、そういうことなんですね。富田、はい、林の山奥にね、あの、まあ、学校があって、うん、で、まあ、専用球場もあるんですけど、中村淳二監督といってね、あの PL の桑田、清原、立浪、ね、片岡選手とか、あ、そういう方を育てられた、うん、監督さんも、あの、もう途中で、あの、愛知工大かな、なんかの、あの、監督に移られて、そこからちょっと弱くなってましたからね。はい、なるほど。うん、まあ、何にしてもね、本当さっきキャプテンもおっしゃったんですが、まあ、一つの時代が終わったなっていう感じは、ね、あれだけねプロ野球選手をね、あの輩出してたらね、で、まあ、みんなあの2000本安打打ってる人も多いでしょ。確かに、はい、だからやっぱりね、残念ですよね。そうですよね、うん、でもその代わりといっては何なんですけど、今新しい名前も知らないような公立高校で頑張ってる高校がポン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 やっぱりこう上がってくるじゃないですか、やっぱりこう新陳代謝じゃないですけど、新しくねまたそういう高校が出てきて、まあ、そういうところにもまた生徒さんが行ってとかね、また注目されるといいんじゃないですかね。そうですね、うん、まあ、うちの高校もね去年初めて、まあ、ずっと念願で、あのいつも決勝で6回以上負けてとか天理智弁が強かったわけですから、うん、それがね春初出場した時はねやっぱり盛り上がりましたんでね、うん、そういう高校っていっぱいあると思うんですよ。そうそうそう、あの甲子園目指してあと一歩というところで何十年もね、うん、苦渋を舐めてる高校とかがあると思うんでね、うん、ぜひそういうところで、ね、公立高校言われたみたいにね、あの公立高校で進学校でなかなか甲子園には出れないようなところがね、その時のメンバーで集まってね、うん、出ていただければそれはすごい盛り上がりますよ、こっちもドキドキします ね、うん、ですね、はい、さあということでスポーツコーナー、まあ、こういうふうに週のその週の気になる話題スポーツについて、キャプテンにコメントしていただくコーナーでした。そうですね、ぜひね、あの皆さんの好きなスポーツ選手とか、まあ、この話題が気に、うん、気になりますとかいうのがあればですね、うん、またこのコーナー以外でもこのコーナーでも構いませんので、うん、ぜひメッセージいただきたいと思います。さあ時刻は8時49分まもなく50分になろうとしておりますが、あの今日はですね、うん、まあ初回ということで、うん、まあ、どんな感じになるのか、うん、まずは喋ってみようかっていう、そうよ、ね、感じでやってたんですけど、案の定僕はあのまたねツイキャスのコメントの方とこう夢中になってしまってあのねジングルの邪魔をして、いやいやいや、ね、もうすいませんね、大丈夫ですよ、はい、本当に夢中になるとね、そうそうそう、僕はもうこうなってしまうんですよそうでしょ、一生懸命になったね、そうなんですよ、もう一途なんですね、そうなんですそういうことにしときましょう、はい、はい、あのね、うん、ちなみに PL 学園は私立ですかというご質問がブログからさん、私立です、はい、ちゃっかり私立です、はい、で宗教の学校ですから、うんうん、先ほども言いましたけどね、はい、ということで巨人の入木、今ソフトバンク2軍のコーチしてるのが先輩ですか、あのそう先輩というか、あの、まあ、一つ上の、ね、年齢だけっていうことで、うんうん、僕は PL 学園やったわけじゃない、ないんで、うんうん、はい、そうなんですよ、あのずっとねその入木さんってね、あの用具係やったんですよ、用具係ですごい、あの、まあ、コーチにもなれなくて長いこと用具係で下積みをして、でやっと今度コーチでなったんですよ、だからすごい、でお兄さんもね実はあの同じプロ野球選手でヤクルトとかで活躍された入木優さん、あ、入木何やったかな、忘れた、名前忘れた、お兄さんもいてらっしゃって、で今はなんか普通のサラリーマンというか、あのなんか蕎麦屋やったりとかなんかいろいろやってて、でいろいろこの間出てましたけど、なかなか仕事続かへん言うてね、あ、はい、そうなんですね、はい、まあ、あのそういうキャプテンはね、うん、野球を一生懸命されてましたので、結構あの有名選手ともね、うん、あの一緒に試合をあったことがあるとかね、まあ、まあありましたね、うん、僕あの一生懸命やってたりと、僕言いましたよね前、うん、あの最後の夏の大会で僕最後のバッターになって、そこで打ったら、ね、同点やったんですけど、あの車の免許取りに行けなくてわざと僕年間に3つか4つしか三振したことのないバッターが、うん、わざと三振しましたからね、こういう選手もねいらっしゃる
甲子園って言うけれども、そうですよ、こういう生徒もいらっしゃる。もうあの車免許で、次翌日から僕すぐ行きましたからね、自動車教習所に。他のメンバー部員はね、本当、まさかこんな告白しましたよ。言ったの？あ、言いましたよ。まだもうあの時、いや周り分かってましたもん。あ、そんな三振するような球の速さちゃうかったし、もうあいつわざとちゃうかって。そんなドラマがね、この甲子園の中で合ってるかもしれないですよね、うん、もしかしたらね、うん、あでもね、あそこでね、売ったりとかしてね、変に有名になって、調子こいてね、うん、なんか、大学とか有名なとこ行ってたらね、僕ね、人生、ちょっと踏み外してたと思うわ。そっか、うん、じゃ行かなくてよかったですね。今が幸せ。よかった。うん、さあということで、本当はですね56分にさよならなんですが、うん、今回はちょっと特番ということで、うん、一部放送、ツイキャスのみになりますけど、ツイキャスのみいける、うん、はい、ツイキャスのみいけるということなので、はい、FM ギノワンのツイキャスのみ、うん、FM ギノワンのツイキャスのみということ で、ね、そこだったら OK ということですので、ありがとう、まだねみんな聞きたいと思うんですよ、うんうん、なのでぜひ FM ギノワンのツイキャスに皆さんお引越ししていただいて、ね、この後拡大版でお楽しみいただきたいと思います。みんなもなんか意見あったら、このニュースとか ね、ぜひぜひぜひ、街でこんなニュースあるよとかいうの、うん、ちょうだいよ、ね、本当ちょうだいしかもね、あの結構さっき埼玉から聞いてくださってるとかもねありましたが、全国でねこれ見ようと思えば見れますので、そうなんですよ、まあ、最近ねうちの県でこんなことが話題になってるとか、こんなことがあったっていうのもね教えていただけると、ご当地ネタでねまた盛り上がりますので、うん、ぜひねあの引き続き FM ギノワのツイキャスのみはまだいけるということです。いけるってほぼ行きかけましたほら鳴らすぞほらいやもう深夜やから俺もう下ネタ言いたってしゃあねん毛穴が開いた。あ、本当か。ということですが、はい、あの通常ですとこの後あの FM じゃなくてキャプテンのちょっと気になるっていうね特集コーナーもやりたいんですね。あ、はいはいはい。うん。で、あのちょっとこう短くこうキュッとしてまた拡大版で会っていきましょうか。キュッと、はい、キュッとして、はい、あの50あと2分ぐらいで喋ってもらいましょうか。何を？気になるゲーム。ゲーム？俺パワープロがしたい。あのWii とかでパワープロがないから。うん、あのパワープロしたいねん俺。サクセスで人間作りたい。俺自分の名前作って自分でめっちゃ打ってめっちゃ肩の強いキャッチャー使う作るんよいつも。あれを何回もやり直せ。最初スタートしたら最初のスタートで全然パワー、うん、あの力がないやつやったりすると俺すぐリセット押してあの一番最初からめっちゃええやつやって、そっからもうめっちゃもう振ったらホームランとか、もうキャッチャーやったらめっちゃセカンドに送球したりとか、そういうのを作るんですよ。大峰って作って。あ、絶対もうチャンスとかめちゃめちゃ強いね。で女の子もデートしたりすんのよ、うんうん、もうデートしまくんねんさあもう終わり？ん？もういいですか？あ、以上なんか落ち、あ、今落ち、落ちありましたよ今なんかあれ？デートしまくるもうこう、もう今ハッて言えたからもうすっきりしてポケッとしましたけど、ね拡大版でじゃあもうちょっとそのあたりもね、うんうん、あの詳しくお話していただきましょうか。そうですね、パワープロはみんな、うん、すごいですよ、うんうん、面白いですよ、うん、はい、ギャラはね拡大しないんですよブルガリさん。そうなんですよ、あのすいませんねすいませんね、あのただでも喋りたいことを喋ってっていう拡大版ですのでね、うん、引き続き、うん、あの聞いていただきたいと思うんですが、うんうん、さあということでね、もう間もなく FM ギノワンのツイキャス以外の方はお別れの時間がやってまいりまして、うん、毎週土曜日の夜8時からこれから毎週スタートということで、はい、毎週放送になりますので、お願いします。1週間の気になる話題とかですね、まあ、スポーツのこと、そして気になるキャプテンの、まあ、好きなこととかですね、いろいろと踏まえながらご紹介していきたいと思いますので、ぜひまた来週も8時に聞いていただきたいと思います。そうですね、ザキヤマ D のこともよろしくお願いしますということで、また来週聞いてください。はい、ありがとうございます。バイキュー、バイキュー、わからん女性さん、名前言わんだからね、ちゃんとね。ゼロの